こんにちは、ダイスです。今回は地震もあったので、我が家の備蓄品を一度出してきました。備蓄品、何を備蓄してるかっていうのと、はい、改めて賞味期限を見ながら、はい、買い足しが必要なのか、はい、確認も兼ねて、この動画を撮っています。はい、で、ダイスさんは、中越地震と中越沖地震で直撃食らったんですよね。うん、被災してました。なので、はい、そういうのもひっくるめて日頃から、うん、備蓄とか、うん、なんかあった時のためにいろいろ話してて、今回の地震も、うん、新潟だとそんなでかくなかったんだけど、うん、うちだとペットもどうやって一緒に逃げていくのかとか話してたんで、まあそういうのもねひっくるめてね、うん、備蓄部分を今回は確認していきましょう、うん、はい。まあね、地震いっぱいね食らってるよね。19年にも山形県沖、はい、団子いた時、まあ、そう、この家で団子がいた時にすぐ、うん、団子が来てすぐかすぐの時ですね、地震があって、ここも比較的大きい揺れで、うん、びっくりしたんだけど、はい、その時に逃げれるように、うん、うちらだけ逃げるのは多分簡単なんだけど、うん、ペットもひっくるめてどうやって行こうかなんていうのは日頃から話してて、うん、話してますね。そう、ここ人用の備蓄に今なってるんですけど、ペット用の備蓄も別にあります、うん、でさらに出かけないんだけど、ケージに猫たちが自分からすぐ入ってくれるよ、うん、くれるようにしましたね。うん、なんで、うん、動画でもたまに団子日記とかでも出かける時の様子が出てるんだけど、はい、自分から入ってくれるようにうちはなってるから、うん、なってます。すごいありがたいよね。ありがたいです。あんま嫌なことを、うん、病院とか連れた後はちょっとねってなるんだけど、楽しんだよ、お出かけはっていうのを比較的ね、うん、覚えてもらえるようにトレーニングしてしましたね。うん、はい、うん、やってる感じですね。やってる感じです。っていうことで、まず備蓄見ていきましょう。はい、私が被災した経験から、これ困った記憶があるぞっていうのを多めにしてもらってます。実は安心してる感じですね、うん、うん。紙類が多いです。トイレットペーパーは18ロールが2つあるんですけど、これは必ず置いてもらうようにしてます。うん、で使ってったら開けたらすぐ買うみたいな、そういうやり方をとって、うん、定数として2個絶対あるように、はい、あるようにしてます。困った記憶があったんですよね、なんでかわかんないんだけどなんで比較的多め。そう、比較的多めです。で、同じようにティッシュボックスも開けてないやつが1個あるようにってしてます。そしてキッチンタオル、キッチンタオル、これも最初これなかったんですけど、あれ確かこれも使ってたぞっていう記憶から、これだけは置くようにしてもらってます。そして、うん、今うち IH なんで、はい、カセットコンロ、カセットコンロとカセットボンベがセットになってて、うん、この他に動画でもやったスノーピークのコンロが1個、うん、1個ありますね。ある感じですね。そう、停電になった時もこれだったら使えるしっていうので、うん、置いてある感じです。はい、うん、そう、これさえあれば何かあっただとしても、水をお湯にはできるっていう発想からなんですけど、うん、食べるものとしては多分一番多く捨てるのがカップ麺系です。うん、カップ麺系まだあるよね。そう、まだあるカップ麺系は結構あるよっていう感じです。ラーメンばっかだね。ラーメンうどんばっかだね。そば、ラーメンうどんそば麺そばそうそうそう、これもね、カップ麺は食べた後にもお皿代わりにできたりするからねっていうので結構置いてる。あ、そういうのもあるのか。そう、紙じゃなくて
なんていうの、紙じゃないやつってあるじゃん、うん、プラ。これが私好きなのってその理由なの。そうなんだ。うん、でもまあ何かに使えると。そう、何かに使える。溜めてるお風呂のお湯とかをきれいにすればこうやって出せるからっていうのも実はあったりしてる、うん、まあ大豆産地は、うん、あの実家の時は湧き水があったから多分水にあんま苦労しないから。苦労しなかったです。場所にもよるかもしれないですね。よるかもしれないです、そこに関しては、はい、でもお風呂はほんと落とさないようにしてるね、私。まあまあ、うん、比較的綺麗な水に常にして、はい、夜落とさない、朝落とすってやってます。うん、なんか あると嫌だからっていうのがあるんだよね、はい、そう。そしてあとは缶詰系、これ多分うちの備蓄の食べ物で一番少ないです、缶詰系。うん、お湯沸かした時に使えるからって言って、あと乾麺も結構多めにしてます。乾麺、そばとかうどんとか、あとレトルト。そう、レトルト、パスタ温められるパウチのやつ、あパウチのやつとか、あとカレーとか。うん、そう、あのカレーは辛すぎると喉乾くんで、比較的辛くないやつ、辛くないやつ選んでる感じです。で、お米はね、鍋があれば。そう、お米鍋あれば炊けるから、米はいつもあるし、鍋であの米炊きすればいいから、カレーも結構多めに置いてある感じです。あと1個しか持ってきてないけど、水、これも結構置いてある。まあ2リットルを6本入りが2ケースぐらい、うん、そう、ワン開けないようなやつがあるね。それプラスアルファで飲み水であったり、そう、ちっちゃいペットボトルがあったりねするんだけど、うん、比較的そういうのが常に置いてあるやつ、はい、ですね、です、はい、はい。今回は日付が短くなっても多分レトルトなんじゃない？レトルトなんか全然買ってない気がする。2021年12月以降ですね。と？と、こっちもかな。2021年8月、これちょっと早めに。8月だと、まあもうそろそろ買えないとダメですね。これは買いに行こう。うん、そう、乾麺はね、比較的ね、長いやつにしてるんですよ実は。パスタ賞味期限2022年とか長いでしょ、うん、長めのやつ選んで。1年ちょいは。そう、あ、でももう結構前に買ってあるから2年ぐらい持つのか。持つやつ、これ2021年だ。そこやって半年かなぐらいはね、チラチラ見るようにしてるんですよ。今回みたいに自信がある時に改めてチェックしようっていうので、うん、はい、確認してるよね。確認してます。基本的にあと半年で切れるっていうのはもう先に消費して新しいのに変えちゃいます。じゃないと絶対忘れるのでそう、忘れちゃうからやってる感じですね。そして、うん、あのその時に足りないのって言ってちょっと多めに買い足している感じだよね。そう、毎回ちょっと多めに何かしらで多分使ってるからね。そう、にやるようにしてます。まあ、カップ麺とかはね、常にこれぐらいはあの結構置くようにしてるかな。あのご飯を作るときにカップ麺をチェックする習慣はなぜか私今ついていてその入れてる棚をパカって一回開けるんですよ、うん、ご飯作るときカップ麺使わないけど、開けてみて数あるなっていうのをだけ確認するっていう、あ、次行ったとき買ってこようとかっていうの少なかったら、お夜食で食べたりするからね。そうそう、考えられるし、それを見る習慣がなぜかついてるから、これだけはずっと気づいた時にナイトショック。そう、ナイトショックだからやってる感じです。うん、あとここにはないんですけど、生理用ナプキンは夜用を2つ、うん、大きいパックで2つ自分用に必ず置いてある感じ。そうで、ペットの餌とかが、ペットの餌も開けないこれっていうのが1ヶ月分ぐらい。そう、1ヶ月分ぐらい置いてあるのと、あとは吸水マットか、うん、も一緒に置いてあります。1箇所に団子ときなこ用のはまとめてある感じで、猫用の砂が1ヶ月分ぐらい、そう、置いてあるよね。うん、なんかあった時にって言って置いてあるのと、
うん、トイレも今3つか用意してて、1個なんかあればバッと持ち出せるとか、うん、うん、できるようにはしてます。使ってないトイレが1個ね。そうそう、使ってないトイレ1個でも大事だと思うんだよね。一番大きいから、猫の用品の中でトイレって、うん、使ってなければその中に入れて持って出れるから、そういう風にしてます、うん、あとお風呂のお湯は本当にそうだったなって思いました。まあ基本的にすぐ抜かない、すぐ抜かない、洗う前にしか落とさないようにしてます。実はでもあの比較的綺麗なうちに入れ替えてしまう。そう、入れ替えてしまう、まあ、洗濯に使う時もやっぱりあるけど、それでも比較的なんで綺麗なうちに。そう、綺麗なうちに。そうだね、綺麗なうちにやってる。洗濯の水を汚い水に洗うぞちょっと違ったね。ちょっと違うでしょ。じゃあ洗濯にも使ったりもするんだけど、うん、そうじゃなくても落とさないってやってます、うん、あのお風呂に水が溜まってるじゃないですか。溜まって水を使ったんだよね、自分が被災してる時にお風呂入るのも、うん、そう、自宅の水は出ないし、うん、あのガスも止まってるっていう状態でどうやるっていうのを多分ね、母親が考えてくれたんだと思うんだけど、うん、お風呂のお湯って比較的うちの実家も綺麗だったから、うん、それとあとはそのお湯をカセットコンロで沸かしてお湯作るじゃん、うん、お湯と冷たくなってる水を割って、うん、ペットボトル穴開けてバーってやってお風呂で頭洗ったりしたんだよね。もうすごいなって思う今だったら母強いなって思うなんでそうじゃなくてもカセットコンロでご飯炊いてくれたりとか、ご飯作るわけじゃない、うん、その合間にお湯沸かしといて、うん、お風呂入ってきていいよって言って、うん、風呂場のとこに足りないってもうちょっと沸かしてきたよって持ってきてくれたりしてたのね。うん、1週間ぐらいかお風呂入れなかったんですよ、あの水出なくて、うん、ガスも多分同じぐらい出なくて入れなかったんだよね。うん、うん、であの救援に来てくださってた自衛隊さんのお風呂とか、うん、あとはその比較的大丈夫だったところに立ってる、うん、あの公衆浴場、うん、の方がここに住んでる方無料で来ていいですよって言ってくださってて、その時ってそっちに入りに行かせてもらってってやってたの。うん、うん、でお風呂は本当に大事だなって思ったから、カセットコンロは絶対あの2つは置くようにしてる。本当は1個にしようかなって最近悩んでるこれを使えませんっていうの、うん、にしてもう1個買っといて、そっちを使ってとかね、あの定数で1個か、うん、取っとこうかなってちょっと思ったりしてます、実は、うん、そっか、うん、お風呂は大事だった。多分それでトイレットペーパーも多いのかもしれない、生活で使うじゃんと思って、うん、なんかそんな気もする、うん、なるほどね。そう、うん、他に取ってるやつ、あ、ラップとかもそうですね、サランラップ系もまあ比較的多いよね、比較的多く置かせてもらってます。あとは紙コップも普段使わないんだけど、うん、置いてある。まあ極力買いだめとかしないで、日頃からこうちょっとずつ集めて備蓄にしてる感じですね、うちは。そうですね、まあまあ改めて、うん、なかった賞味期限が近いものに関しては入れ替えをしていきましょう。入れ替えしましょう、うん、はい、はい、なんで今回は我が家のストックなんかあった時に備蓄している部分の確認と紹介をしてみました、うん、はい、そんな感じでしたそう、備えあればっていうのもあるんだけど、どうしてもね不安に私がなっちゃうもんで置いてもらってます。買いだめをなんつんだろう、うん、一気にすると、まあ、いろんなところにも迷惑かける可能性があるんで、うん、そう、日頃からちょっとずつ増やしていって、この結果になったって感じです実はそうですね、そう、はい、はい、この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。
ツイッターもやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!